この度は、令和3年度経済産業省委託事業、中堅中小企業向け、新出先国税制及び税務ガバナンスに係る情報提供オンラインセミナー、各国地域の税制概要とホットトピックス、シンガポール編をご視聴いただき、ありがとうございます。デロイトトーマツ税支法人で国際税務を担当しております、パートナーの黒坂と申します。本日は、 シンガポールの税制概要について解説させていただきたいと思います。こちらは目次になりますが、大項目として、転格税制以外の概要と移転格税制の概要、それぞれで解説させていただきます。最初に法人税コンプライアンスとして、居住者としての納税義務者の判定や、 申告手続き等についいいいてて見ていきたいと思いますシンガポールでは居住者の判定として管理支配地主義というものが採用されておりまして事業の遂行に係る経営上の重要な意思決定がシンガポール国内で行われているかということで例えば株主総会や取締役会といった会社としての重要な意思決定を行う場所がどこで行われているかによって判定されることになります。 居住者の課税範囲については、シンガポール国内源泉所得とシンガポール国外源泉所得のうち、シンガポールで受け取った所得、シンガポールへ送金された所得、または受け取ったとみなされる所得というものが課税範囲となります。税率については17%ですけれども、少額な所得については一部免税が適用されております。 具体的には、シンガポール1万ドルまでの部分については75%の免税、1万ドル超20万ドルまでの19万ドル部分に関しては50%の免税となっております。課税年度については原則歴年というふうにされておりますけれども、納税者が選択している会計年度を課税年度とすることも認められています。 なおシンガポールでは、付加課税方式というものが採用されておりまして、納税者が転出した申告書に基づいて、税務当局が判断を行った上で、付加決定通知書というものを発行して、租税債務が確定することになります。また、2020例えば、会計年度が2020年1月1日から2022年12月31日までの法人の場合ですね、 2022年12月31日に終了する会計年度に対して2023年度に法人税の課税が行われるということで2022年に税務上基準年度を指して2023年というものが付加年度というふうに呼ばれることになります申告の復帰源についてはまず試決算日から3か月以内に見積り課税所得に基づいて 見積もり課税所得を申告して納税を行うことになります決算日の属する事業年度の翌年11月30日というのが確定申告書の提出期限になりましてシンガポールの法人は全て電子申告により申告書を提出することが求められています申告書の提出後に税務当局が不可決定通知を発行して 付加決定通所の発行日から1ヶ月以内が確定税額の納付ということになってそれまでにですね見積もり課税所得等で納税していた税額との差額が追加納付あるいはそれが超過していれば還付を受けるという流れになりますまた右上の上段のところに確定申告における簡易手続きの適用というふうに記載させておりますけれどもこちらはですね あの一定の要件を満たす、まあ、小規模な法人についてはえ確定申告において簡易申告ホーム CS と呼ばれる様式に基づいて申告書を提出することにが認められています。一定の要件というのはこちらの4つのビュレットで記載させていただいておりますけれどもまずシンガポールにおいて設立された法人であること年間の売上がシンガポール500万ドル以下であること 法人の所得が全てが17%の税率で課税されるものに限られていることグループリリーフや外国税額控除等の適用がないことという一定の要件を満たせばこの簡易申告が認められています簡易申告は認められる場合ですけれども通常は原則として申告書に合わせて財務諸表であったりあとタックスコンピューテーションというその税金の計算のもととなる 税金計算資料の提出が求められるんですけれどもフォーム CS の提出が認められる会社に関してはこの財務諸表は税金計算資料の提出が不要とされておりますその申告書の提出後の納付の手続きについては通常の法人と同様で申告書の提出後にですね 税務当局が付加決定通知書を発行してその付加決定通知書の発行日から1ヶ月以内に納付が必要になるということになります。最後に中間納付ですけれどもこちらは見積もり課税所得の電子申告を期限内に行う場合は当期納税額について分割納付を選択することができます。 分割納付の開通はこちらの表に記載のとおり電子申告を行うタイミングによって異なりますが事、えー、業年度終了の日以後1か月以内に、えー、見積もり課税所得の電子申告を行った場合は分割納付が10回事業年度終了の日から2か月以内に、えー、ECI の電子申告を行った場合は8回3か月以内の場合は6回の分割納付が認められることになります。 次にシンガポールの法人税の実行ですけれども、こちらは原則付加年度から4年ということにされております。ただし、不当行為と不正が行われている場合には無期限ということにされております。この原則付加年度から4年というところですけれども、先ほどご説明させていただいた通り、例えば2021年4月1日から、 2022年3月31日の会計年度の場合、こちらの1年を基準年度と呼んで、こちらの年度が、の翌年が2023年付加年度という表現になります。従いまして、付加年度から4年ということになりますので、原則的な時効、2022年3月31日決算期の場合は、2027年12月31日と、 ということになりますまたシンガポールでは連結納税制度に類似する制度としてグループリリーフ制度というものが設けられておりますでこちらはですねあの一定の要件を満たせば、えー、ある一つの法人の欠損金を他のグループの法人の所得と通算することが認められる制度になります その認められる欠損金等の種類に関しては、この3つ、事業所得に係る繰越欠損金、未控除減価償却費,費、未控除寄付金が通算の対象となります。このグループリリーフが認められる要件に関しては、この垂し書きの下のところに3つ記載させていただいておりますけれども、まずシンガポールで設立された法人であること。 直接または間接に75%以上の株式を継続的に保有していること。あとグループ法人のそれぞれの決算機が同一であることというところが要件とされています。最後に税制改正ということで、シンガポールでは毎年所得税法改正によって法人所得税が改正されていきます。これは主に年度予算案。 とということで通常は第1四半期になりますけれどもそこで発表される税制案に基づき実施されていくことになりますただし同改正法は通常その年の第4四,四半期に議会を通過し規定の一部については訴求して施行日が設定される場合もあるということで訴求して適用されるものがありうるというところは留意が必要かと思います 次に、課税所得計算の流れについてご説明させていただきたいと思います。まず、尊金性が認められる費用についてというところで、原則としてですね、まず、事業収入を獲得するために要した費用であることというところが原則的な考え方になります。ただですね、この2のところに記載させていただいておりますけれども、シンガポールは日本と異なって、 キャピタル・イン・ネイチャーと呼ばれる資本的な支出に関しては原則として損金の参入にできませんただシンガポールの税法で認められている要件を満たす場合はキャピタル・アロワンス税務上の減価償却費として損金参入が認められることになります具体的に損金不参入の代表の例を下記に記載させていただいておりますけれども 減価償却費に関しては先ほどのご説明の通り原則的には資本取引に該当するものとして損金算入が認められておりませんけれども一定の機械装置やプラントの固定さについては損金算入が認められているのとあと建物等についてもですね別っと特別な規定に基づいて損金算入が認められることになりますあと寄付金については原則損金不算入という ことになっておりますけれども2016年1月1日から2023年12月31日までの間の認定団体等に対して支払った給付金に関しては支出額の250%相当額の損金算入が認められることになっております引き当て金については原則損金不算入ということになっておりますけれども税務当局は回収不能であると認める特定の債権に係る引き当て金については 損金算入が認められることになります。あとのれんということで、まあ、M&A 等で買収した際に生じるようなのれんについてはシンガポールでは全て損金不算入という取り扱いになります次に益金不算入項目のご紹介になります受け取り配当についてはシンガポール居住者から収受した配当金については全て付課税になります また国外から受け取った外国源泉の配当についてはこちらに記載させていただいているような要件を満たすことで全額非課税ということになります。具体的にはその海外の国の最高税率が15%以上であることあと配当の源泉となる所得が当該外国において課税されていることということで例えば現地の国で法人税が課されておって その課税後の利益が配当される場合あるいはその国で無税であったとしてもその配当しはった国で配当源泉税が課されていればこちらの要件を充足することになりますただですねあのこちらの要件に加えてこの国外からの配当の益金負債に関してはシンガポールの税務上の居住者であることというところの要件とされておりますのでこちらは留意が必要かと思います 次にキャピタルゲインロスと記載させていただいておりますけれどもシンガポールでは投機的な投機的なキャピタルゲイン株式譲渡益とかその投資にかかる配当というのは原則課税になってしまうんですけれども資本性取引と呼ばれるものに該当すればキャピタルゲインとして課税されないことになりますこの実務上ですねキャピタルその上等益が 損益取引なのか資本取引なのかというところは取引の事実関係を考慮して納税者の取引時がいずれの取引であると意図していたかにより判断されることになります例えばその投資を行った背景目的その資産の保有期間取引の頻度あと譲渡する時の背景目的などを総合的に勘案して判断することになります こちらが原則的な判断になるんですけれども、この特定機関における普通株式の譲渡により生じたキャピタルゲインの非課税措置については、この法人が2012年6月1日から2027年12月31日までの間に普通株式を譲渡した場合に関しては、先ほどの申し上げた原則的な判断をすることなく、すべて非課税と、 という取り扱いに行うことができますただその条件としてはその普通株式を 20%, 20以上あと24ヶ月以上継続して保有していることというところが要件となります。なお非課税とされる譲渡取引にかかるキャピタルロス譲渡損については全額損金不参入ということになります。 次に、繰越欠損金と税率についてご説明させていただきたいと思います。繰越欠損金については、シンガポールでは3つの性質に分類されることになります。一つが事業所得にかかる可燃度欠損金。あと、寄付金の部分については、通常の事業所得にかかる欠損金とは分けて、未公助の寄付金という形で分けて管理することになります。 また、キャピタル・アロー・ン制度の下、認められた税務上の減価償却費で控除され過去に考慮されなかったものも未控除減価償却費として通常の事業所得にかかる欠損金とは分けて管理されることになります。事業所得にかかる可燃度欠損金と未控除減価償却費に関しては繰越期限は無期限未控除寄付金に関しては5年とされております。 将来的にこれらの欠損金等を利用する際にですね無条件に認められるわけではなくて株主変動テストというものと継続事業テスト未公助減価償却費については株主変動テストに加えて継続事業テストというものを満たす必要があります株主変動テストについては欠損金が発生した事業年度終了の日とあと欠損金の控除を行う事業年度開始の日 等においいてです、ね、50%以上のの株主の変動がないかというところが判,断され判定されることになります。あと未公序原価償却費に関しては継続事業テストということでその発生した原価償却が発生した事業が同一であることというところが要件とされております。次に繰り戻しについてですけれども繰り戻しについては 事業所得に係る可年度欠損金と未控除減価償却費については、上記のですね、株主変動テストや継続事業テストを満たす限り、一業年度のみ繰り戻しが行うことが認められています。ただし、控除できる限度としては、シンガポール10万ドルまでとされています。なお、コロナ対策として、2021付加年度においては、直前の3付加年度まで繰り戻しが認められております。 最後に税率ですけれども、こちらは先ほどご説明させていただいたとおり、原則17%で、課税所得の1万シンガポール1万ドルまでは75%の免税、1万ドル超20万ドルまでのシンガポール19万ドル部分に関しては50%の免税ということになっています。次に、シンガポールの居住者による利子。 配当、使用料の支払いいいいいににる厳選所得税につてて見ていきたいと思います。右の表がですね、シンガポール居住者からシンガポールの居住者、左側の列がシンガポール居住者、あと右側の真ん中と一番右が非居住者への支払いにかかるそれぞれの源泉税率になっております。こちらの租税条約、一番右の租税条約の欄に関しては、 相手国日本ですね日本との租税条約による限度税率を記載させていただいています利子については施、えー、居住者に、えー、払う場合は国内法は15%ですけれども、えー、租税条約の適用により10%の軽減になります配当に関しては租税条約上5%であったり15%という軽減税率が、えー、規定はされておりますけれども シンガポールの国内法上ですね配当については厳選税が0%ということでシンガポールから日本へ例えば日本へ配当を支払う場合は配当については厳選税が0%になります使用料に関しては非居住者国内法も10%租税条約も10%ということで使用料の支払いについては10%の厳選税が課されることになります。 次に進出時の資金注入方法の比較にかかる留意点ということで、日本親会社からシンガポール子会社に資本金として出資する場合と、貸付によりお金を注入する場合の比較を記載させていただいています。まず、右側の上段の源泉所得税についてですけれども、こちらはですね、先ほどご説明させていただいた通り、 哀当については、まず厳選所得税が課されません。一方で、支払い利子については、シンガポールの国内法上は15%ですけれども、日本とシンガポールの租税条約によって10%に軽減されることになります。ちなみにですね、あのこの租税条約の適用を受けるためには、アイラスシンガポールの税務当局ですけれども、こちらに居住者証明、日本の居住者証明を 支払いがあった日の翌年の3月31月日ままでに提出すする必要があります次に課税所得計算への影響ということでまずですね利子にかかる損金制の判断については原則としてその借り入れの目的によって行われることになります。 え、借入れが事業のように供する固定資産の取得などのように事業収入を獲得するために行われるものである場合はそういった借り入れにかかるシェア利息は損金算入が認められています。一方で、例えばキャピタルゲイン、キャピタル資本性取引になるような孫会社への株式の投資とかですねそういった資本取引に関連する借り入れについては その支払い利息はその金算入が認められないことになりますなおシンガポールでは日本のような過少資本税制というのはこれまでのところ導入されておりませんのでこの進過少資本税制の制限というところは受けることがないということになります次に撤退時の課税関係というところで上段は第三者例えば第三者に シンガポール子会社の株式を譲渡により撤退する場合下の方は生産によって撤退する場合それぞれ記載させていただいていますまず上段の株式譲渡の場合ですけれどもこちらは先ほどご説明させていただいた通りシンガポールではですねその取引が資本取引の性質を有するものに限って課税の対象にならない非課税ということになっております。 原則としてですね、通常、下記等の要因が考慮されるということで、その対象資産が何であるか、資産の保有期間、取引の、類似した取引の継続性頻度、資金調達目的か否か、その売却理由等々ですね、まあ、総合的に勘案して判断することになるんですけれども、SF ハーバールールとして、普通株式に関しては20、20%以上、24ヶ月以上、継続して保有しているものに関しては、 この原則的な判断をすることなく、資本性取引としてその株式上等域は非課税という取り扱いになります。次に生産時の取り扱い、下側ですけれども、シンガポールでは生産による残業残済の分配は全て課税の対象にならないということで、特段シンガポールでは課税が生じないことになります。 こちらは進出形態の違いによる課税範囲、コンプレンス手続き等の比較というところでございますけれども、シンガポールではですね、こちらの表をご覧いただければお分かりになると思うんですけれども、子会社であっても支店であっても、基本的には課税所得の範囲、法人所得税の適用税率、申告税手続き、あと利益の管理についても差異がないというところになります。 次に法人税以外の間接税等の概要になります。こちらはまたあのお時間があるときにお目通しいただければと思いますけれども、よくあの日系の企業様とお話しさせていただく際に、例えばグループ内再編とかが行われる場合はですね、この左が印紙税の0.2%ですね、その株式の取引価格、あるいは時価のいずれか高い金額が0.2%の飲酒税がかかると。 という話はよく耳にすることがあります。あと GST ですけれどもこちら今標準税率は7%ということになっておりますけれども2022年から2025年のいずれかの時点で9%へ引き上げられることが予定されていますあと国境をまたぐデジタルサービスへの課税というところで全世界ベースの年間売上が シンガポール100万ドルを超えかつシンガポール国内の消費者に対して行われるデジタルサービスの年間の売上がシンガポール10万ドルを超える国外の事業者についてはシンガポールで GST の国外事業者登録を行う義務があるというところは留意が必要かと思います。 次にシンガポールの法人税にかかる、法人課税にかかる各種優遇税制措置というところで2ページにわたって記載させていただいておりますけれども、シンガポールではいろんな優遇措置がある中で代表的なものを記載させていただいておりますけれども、まず国際統括本部 IHQ ということで、グローバル統括事業、あるいは地域統括的な役割でもいいと思うんですけれども、そういった統括事業をグループ会社に対して行う会社、 については、その統括業務から所住所得について、免除、もしくは5%、10%の軽減税率の適用が認められます。金融財務センターということで、FTC と略語がありますけれども、シンガポール国内に設立された法人で、関連会社に対して資金調達などのファイナンスサービスを提供する会社、例えばグループ内のファイナンスカンパニーと、 というところをイメージしていただければと思いますけれども、この会社に関しては、管轄通省庁の許可を得ることができれば、その金融財務活動に係る所得について8、8%の経営減税率が適用される、あとそれに加えて、下側のところですけれども、管理の金融機関等への支払利息については、 認定活動に基づく借り入れに基づくものである場合は、源泉所得税が免除されることになります。あと、照射機能を有するようなところに関しては、グローバルトレーダープログラム、GTP ということで、商品取引、仲介等の所定の取引から生じる所得について5、5%あるいは10%の軽減税率の適用が認められています。 あとシンガポールはあの、まあ、運輸のハブというところでえ海運国際海運会社に関しては一定の優遇措置が認められています。でこれらの措置に関してはあの具体的なあの投資要件等は公表はされていないんですけれどもえ管轄する省庁と具体的に行おうとしている事業の計画であったり投資額あ,あとどういった人員 規模でやろうとしているかというところを、えー、管轄する省庁に、えー、説明しながら、えー、認めてもらえる要件を、えー、交渉によって決めていくというところがシンガポールの優遇税制の特徴的なところかと思います。 次に PE 課税 PE 累計というところでございますけれどもこちらはあの日本とシンガポールの租税条約による範囲に基づいてシンガポールでは PE の判断が行われていくことになりますなお MLI に関してはシンガポールはですね PE に関しては特段あの採用することを選択しておりませんので、M、シンガポールと日本の租税条約においては MLI の影響は関係ないことになります。従いまして、MLI を除く現行の租税条約に基づいて、P の判断を行うことで足りるということが言えると思います。次に税務調査と異議申し立て、税務署長というところのプロセスの概要になります。 こちらもまたお時間がある際にお見通しいただければと思いますけれども、まシンガポールの特徴的なところとして、右上の税務調査のところの各四角い枠のところに記載させていただいておりますけれども、通常ですね、あの法律上は税務当局はに立ち入り調査権が認められているんですけれども、GST を除いてですね、税務調査官が日本のように各法人様のところに向かって実地調査を行うことは ほととととんどないいいうところが特徴的かと思いますただですね、不確定方式という流れの中で、申告書を提出した後に、CITQ と呼ばれる質問状が行われてきて、まあ、何度かやり取りを行うことになるんですけれども、そちらの内容があの不明点等があれば、ですね、まあ、何度もご質問状が行われてきて、ですね最終的な税額の確定までに時間がかかると。 いいいいううととととこころろがシンガポールの特徴かというところになっていると思いますあとですね、えー、最近ですねあのその通常の法人税の申告確定手続きの中の質問状の中に移転価格に関する質問も織り交ぜられておりましてでそちらの質問の内容にうまく適切に回答できない場合ですねいろいろ掘り下げられていってで最悪の場合ではその移転価格の調査 に進展してしまう恐れもありますのでこちらの質問上の回答については慎重にその回答を検討して回答を行う必要があるというところはご留意いただければと思います次にシンガポールのホットトピックスになりますまず1点目居住者証明発行申請にかかる審査の厳格化ということで シンガポールではですね、あの、冒頭にご説明させていただいた通り、管理支配地主義というものを採用しておりまして、シンガポールに管理支配の実態があるという場合に、シンガポールの税務上の居住者になります。その上で、シンガポールのその法人が、居住者、海外との取引において、租税条約の適用を受けるために、居住者証明を取ろうとする場面もあると思いますけれども、 そちらの居住者証明の発行にあたって実態要件が厳しく審査される傾向が最近出てきています。特にですね、シンガポールはあのまあ、いろんなあの背景から、えー、特定目的会社 SPC がま利用されるケースが多いかと思うんですけれども、まあ、そういったあの実態のない会社が数多くあるというところもシンガポール当局は認識しておりまして。 これまでの別府ストーの動きも相まってですねできるだけあの、まあ、そういったペーパーカンパニーの乱立を避けるために実態要件を厳しく見てきているというところになっています例えばですねシンガポール国内で取締役会開催の有無現地役員主要な役職を有する従業員の有無シンガポールに他にですね実態のある事業を行う兄弟会社があるのかといったですね グループ全体としてシンガポールに実態ある事業活動を行ってそのために会社が設立されているのかというところを掘り下げて控えていくことになります次に2点目として将来の優遇税制制度の不透明性というところを記載させていただいておりますけれどもこちらあの先ほどいろいろな優遇税制措置があ,のありますというところはご紹介簡単に触れさせていただいておりますけれども 一方でですねあの最近新聞とかでも見にされることはあると思うんですけれども第1の柱第2の柱ということでデジタル課税に関する対応があの進められていますけれどもその中で第2の柱というところで最低法人税率の導入今のところ15%というふうに言われておりますけれども一律にですねその海外の各,各国の税率が15%未満である場合は 15%に達する部分まではその親会社で課税をその国で課税をさせるというところのルールが国際的な潮流になりつつありますそのためですね具体的にまだあの計算の詳細等は出ていないんですけれども今のところですね優遇税制によって15%未満となっているような場合でも15%に至る部分まではですね 課税がが行われるリスクが可能性があるというところでそれらの国際的な動きも見ながらですねシン,ガポール税シンガポール当局としても今の優遇税制の在り方っていうところを見直す可能性がありますので今後シンガポールの優遇税制の形存続意義っていうところが見直されていく可能性があるというところは留意が必要かと思います。 次に3点目、GST に関する税務調査強化とコーポレートガバナンス強化キャンペーン実施に伴う GST 追徴にかかる軽減オプションというところになります。じゃあですね、まずシンガポールでは結構 GST がですね、ミスがあれば追徴税額が多額になるというところで、税務当局も GST のガバナンス強化について意識を高めていると。 といいうところになっていますでただですね、あのまあ、会社数も多いということで、すべてのシンガポール法人に、えー、シンガポール税務当局の GST の担当部署がですね、すべて調査しきるのも難しいというリソース的な問題もあって、できるだけ税務納税者に対してですね、GST に関するコンプライアンスの体制を、まあ、高めてほしいとで、その上で、まあ、効率的な税務調査を実施していきたいと。 ということで今です、ね、税務当局が税務調査通知のサイトに、ね、ACAP と呼ばれる GST 納税額計算を適切に行うための内部統制システム構築を推奨するプログラムへの参加を推奨しているケースが多いと聞いています。このプログラムにのっとってです、ね、あの適切なコンプライアンス体制ができていますよと。 いう証明まあ、こちらは外部専門家の証明が必要になるんですけれどもこの証明を取得することができればですね過去の GST 納税額の計算に誤りがあった場合でも一定期間に発生する期延滞税については免除されたりという恩典が付与されることになります。 最後に、優遇税制適用の対象となる所得の計算において留意すべき項目として、コーポレート費用の配布というところをご紹介させていただいています。例えば、日本親会社からシンガポールに限らずですけれども、海外のグループ各社に対して、IGS という形で、日本親会社側で子会社のために要している費用を配布計算等により負担させることがあるかと思います。 そういった配布費用の損金性について支払うシンガポール側でその費用のですねとかあと、駅務提供の対価というところが実際に駅務提供を受けている実態があるのかあと、費用の配布が適切かどうかというところを細かく見てくる傾向にあるというところですのでこういった費用の配布をシンガポール法人に行っている場合はですね その具体的な配布の根拠等をですね、まあ、準備しておいて、税務当局から質問を受けた場合に、適切に回答できるように準備しておく必要があると思います。最後に COVID-19 関連措置というところで、まあ、あまり多くの措置は、えー、今のところないんですけれども、こちらあのご参考までにご覧いただければと思います。 特にですね、えー、コロナの影響でシンガポールの在住の従業員の方々が一時的に帰国できないことによって結果的に、ああすいませんえー、日本のから出航出張等でシンガポールに帰っている方がコロナの影響でシンガポールに一定期間滞在せざるを得ないような場合にです、ね、ただ単にその期間が、まあ、長いことによってシンガポールに PE がある。 といったような認定は行えないというところのガイダンスがシンガポールから発出されています。以上がシンガポールの、えー、移転価格以外の概要になります。ここからではですね、シンガポールの移転価格税制の概要とホットトピックス等についてご紹介させていただきたいと思います。 まずシンガポールの移転格税制の概要ということで、移転格税制の導入自体は2006年と、それなりに年数が経っているというところになります。次に関連者の定義に関しては、日本のように持ち株割合で判定するところは法律上は定められておらずですね、実質試合基準というところで判断されることになります。ただもちろん、あの、 法律上、具体的なパーセンテージは定義はされておりませんけれども、まあ、持ち株比率もですね、まあ、例えば50%以上とかいうところは当然、あの実質試合記事の考慮の中で判断されていくことになりますし、まあ、あるいは議決権とか、あと役員の数等々ですね、実質的な試合があるかどうかというところで関連者が定義されていくことになります。 移転価格調査の事項については法人税と同様に付加年度終了から4年ということになっています。独立企業間価格の算定方法として、棚な資産取引、無形資産取引、疫務提供取引とありますけれども、これらいろいろな方法は認められていますけれども、シンガポールの税務当局としては、実務上は TNMM とか CUP ですね。 カップ法が好む傾向にあるというふうに言われています。あと、資金貸借取引、まあローン、ローン等ですね。まあ、こちらについては、えー、実務上はカップ法が好まれる傾向にあるというふうに言われています。あと、日本と APA、あと MAP の適用可能性ということで、まあごご、ご承知おきの通り、日本とシンガポールにはまず租税条約がありますということで、 まず、相互協議 MAP に関しては、実質無料の適用可能性はもちろんありますということと、あと APA ももちろん適用可能性がありますということになります。で特にですね、シンガポールは他の東南アジアと比べても、最も APA や MAP の実績が多くてですね、まあ、豊富な経験を有しているということになります。次に、ローカルファイルとマッターファイルの概要と。 というところでローカルファイルですけれども作成義務対象者としてシンガポール法人またはシンガポールに高級的施設を有する外国法人ということになっておりまして総収入がシンガポール1000万ドルを超え関連者間取引の種類ごとの合計額が一定額を超える場合というところですねでこの一定額というところが棚辺さん取引とローン取引に関しては シンガポール 1, 万ドル、万ドこれ以外の取引に関してはシンガポール100万ドルを超える場合に、えー、作成義務があるということになります。その作成義務があるという判断の時点に関してはその対象となる年度の全事業年度に上記で申し上げた作成義務があるような取引がある場合に関しては、えー、作成義務があるということになります。 学生期限については法人税の申告期限ということで事業年度終了の翌年がシンガポールでは申告期限とされておりますけれども翌年の11月末日ということになります例えば2021年3月期あるいは2021年12月期の会社についてはその翌年2022年11月末が申告期限になって ローカルファイルもその,期限その期限が作成期限ということになります。なお、作成期限は申告期限なんですけれども申告書の提出の際にローカルファイルを提出する必要はないんですけれども税務当局から要求があった場合に30日以内というところが税務当局への提出期限ということになります。ローカルファイルの作成言語に関しては英語というふうに規定されています。 この作成期限にですね、あの、にまでに提出できなかった場合というところの罰金に関しては違反ごとに最大シンガポール1万ドルということになります。マスターファイルに関しては特段今シンガポールでは規定は導入されていないということになりますがシンガポールのローカルファイルですね、あの、まあ、マスターファイルと同類似するような項目の記載が 求められるとというところは、シンガポールのローカルファイルの特徴的なところかと思います。国別報告書 CBCR についてはシンガポールでは規定はないということになります。次にシンガポールの移転核調査におけるトピックスということで。 ご紹介させていただきたいと思います。現地側課税事例の傾向というところで、シンガポールではですね、2016年関連取引開示フォームの導入、2018年移転化文書化の法令化、サーチャージの導入などによって、国外関連取引にかかるコンプライアンスが強化されている傾向にあります。でこの国外関連取引にかかるコンプライアンス強化が、 あ詰められていくというところで、現場での執行としては、まず、通常の法人税の質問上ですね、CI 申告書を提出してから、付加決定を行う場合までの質問上の中で、国外関連取引にかかる内容の確認であったり、支払っている票の尊金性の統制などにかかる質問とか、あと、移転科学文書の提出の要請というのが増えてきています。 その中でですね、特に大規模な法人を中心にしてというところでありますけれども、えー、直接的なそのシンガポール法人と、えー、取引をしている国外関連取引部分だけではなくてそのグループ内のバレーチェーン全体の中で、えー、このグループ内のシンガポール法人が果たしている機能とかリスクというところに関しても、えー、CITQ の中で質問が増えてきているという傾向にあります。 厳格調査の対象というのはリスクが高い企業の例として、こちらに4つ記載させていただいておりますけれども、例えば関連者間取引高がやはり多い会社であったり、国外への支払額が多い、と低税率国に所在するグループ会社との取引高が多い場合、あと連続,連続して赤字、低利益率、年度ごとの利益率の変動が激しいような場合に、 特に遺伝調査の対象ととと選ばれる可能性が高いということになります。あとシンガポール税務当局が注目している取引の累計としてはロイヤリティ取引グループ内エ務ム提供取引グループ内金融取引この辺りを中心に税務当局はリスクが高い取引として見てくることになります。 特にです、ねあのまあ、連続して赤字であったり、低利益率であったり、あと年度ごとの利益率の変動が激しいような場合です、ね、まあ、そのお事象が生じている理由というところを、まあ、税務当局に聞かれた場合に、合理的に説明できるような状況であれば、その質問を受ける前にです、ねあのはい、適切な回答できる準備を事前に行っておくというところが、え 実際にシンガポールの税務当局から質問を受けた場合にバタバタしないためにですね、前もった事前の準備というところが必要になるかと思います。最後に、移転格税制の関連の c o v i 1 9関連の影響というところになります。税務当局における税務調査の状況の変化。 とということで、2020年9月にですね COVID-19 にかかる兼格ガイダンスをシンガポールはシンガポール税務局は公表していますでその中でですね一番下のお箱のところに記載させていただいてますけれどもアイラスはですねまずローカルファイルにおいて COVID-19 がどのような影響をその業界納税者に与えたかについて定性的かつ定量的な説明分析を行い 記載ししなさいといいととうことをガイダンスで示しています。またそれに合わせて2021年付加年度 YA2021 年の1年度に限り i イ a s への事前問い合わせなしで複数年度検証を適用することが可能であるということも合わせてガイダンスで発追されていますと真ん中のところですね APA 審査競技対応の変化 ということでこちらもですね COVID-19 にかかる移転価学ガイダンスにおいていくつかアイラスは発追しております。具体的にはですねまず COVID-19 によって重大な影響がない会社企業については APA の新規申請更新審査交渉中いわゆる既存の APA の依然においても影響はありませんということは明示的に発追しております。 一方で、COVID-19 による重大な影響を受けている企業については、その影響を十分に判断してくださいということで、新規の更新を検討する企業については、申請を、延期を含めて、検討を推奨していますということと、あと、審査・交渉中の企業に関しては、機能リスクの変更などがある場合は、早急にですね、IRAS へ通知してほしいというところを発意しているのと、 あと、既存の APA については、その影響について分析し、重要な前提事項に、前提条件に変定触がある場合に関しては、マイラスに提示してくださいというところを、このガイダンスで公表しています。ちなみにですねあの、シンガポールの税務当局は、非常にオープンな姿勢を示しておりますし、あと、まあ、合理的なあの説明をすればですね、柔軟に対応してくれますし、まあ 話のかみ合う議論が行うことができるというところがシンガポール税務当局の特徴かというところになっているかと思います以上各国地域の税制概要とホットトピックスシンガポール編について解説させていただきました本日解説した内容が海外に事業展開する企業の皆様のお役に立てたのであれば幸いでございます別途アンケートにつきまして 皆様へメールでご依頼申し上げたいと思います。お手数ではありますが、ぜひご協力をお願いいたします。また、本セミナーに関するご不明な点、ご質問等ございましたら、アンケートフォームよりお問い合わせください。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。